柴田正康によって、現在の福井県勝山市に築かれた、日本の城。江戸時代には、勝山藩の藩長が置かれた。勝山城は、戦国時代の天正8年に、柴田勝家の一族である、柴田正康によって築城された。信長後期では、勝山城城主は、原長頼りと思われる。天正11年、越前を、庭長秀が領すると、 その家臣の成田道徳が上主となり4万5千石を治行した。天正13年、成田は庭家の内紛などにより出奔した。江戸時代に入ると、慶長6年福井に封じられた結城秀康の支配するところとなるが、官営元年、松平直樹が3万石をもって封じられると、勝山藩の藩長が置かれた。その後、松平直義が入るが、 昭法元年なおらが違法されると廃城となり、勝山の地は天領となった時期もあった。元六四年に、小笠原貞信が二万二千国で、勝山の地に封じられ、以後明治維新まで、小笠原氏八代がこの地を治めた。法永五年には、上司への築城許可が下り、七代藩主、小笠原長期の代に完成を見た。文政五年に、本丸より出荷し、 門、公平、土蔵を残して消失したが、文政9年に再建された。明治時代に廃城となった後、城の建物は取り壊された。現在の勝山市役所付近が、城石中心部で、市役所と公民館があるあたりが、本丸跡であり、市役所前の道路付近に堀が設けられていた。天守台や石垣が昭和40年まで残っていたが、 市民会館建設に伴い撤去され、現在は市民会館敷地に上司の石踏みが立つのみである。南西2 7トルに姫路城に似た日本一の高さの模擬天守を持つ勝値山城博物館が建てられているが、歴史上の勝山城とは位置、形式ともに関係はない。現存する建物としては、正規堂の坑堂演舞場、表門、 土蔵がある。正規堂の建物は1879年に取り壊され、払い下げられた。行動が、新明神社社務所、演舞場が、布志の道場、表門、土蔵が、今いや表門、土蔵として移築され現存する。ありがとうございます。